皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、旦那さんの定年退職を支える55歳からの教室の先生の働き方、月賞50万を目指すべき理由とは、ということについて考えたいというふうに思います。定年の年齢もですね、だいぶ今は上がってきていて、60、65とか、いろいろ説はあるんですけれども、定年そのものまでいさせてくれる会社だったりすればね、まだいいんですけれども、子会社に出向とかいう形で、なるべく辞めてもらう方向に操作するようなタイプの会社もあります。どちらがどうとは何とも言えない部分はあるんですけれども、どのみちその単純にですね、雇用される側じゃなくて雇う側という目線からも皆さんもちょっと考えてみてほしいんですけれども、まずですね、例えばそうですね、30とか40とか油が乗っていて、頑張るし、仕事もバリバリガツガツやって気力も体力もあるっていう年齢のその人と、60とか70の人を比べた時に、単純に体力の部分無理させられるかさせられないかっていうところで言うと、基本若い人の方が当然無理はしてもらえるので、会社に貢献する度合いが高い可能性がありますよね。あとその動きの速さとか、新しいことを覚えていくその吸収能力とか、コンピューター使えるか使えないかとか、そういう面でも若い人に軍配上がっちゃいますよね。そうすると年齢が上の人の軍配が上がるのは一体どこの領域なのかっていうと、もう単純に経験値です。それも単に年齢を重ねた経験ではなく、例えば若い人を引っ張ってくれるようなリーダーシップがあって、人間的にもできていて、その人たちのモチベーションを支えてくれたりとかして、かつ技術技量とかっていう部分も持ってる、かなりよくできる人ですけどね。そういう年齢上の人は多分会社の中でも重宝もされるし、若い現役時代ほどバリバリにお金もらえないにしても、必要なポジションにいてもらってぜひ役に立ってほしいっていう、そういう状態になるはずなんですけれども、そういう年齢の重ね方をしてきてないサラリーマンの、年齢上目の方っていうのは、結果として、出向であったりとか、早期退職を言われたりとか、いろいろあったりするケースがあると思うんです。でさらにその特殊技能を使わなくてはいけないものであれば、まだしも他に若い人で代わりが利くような種類で動いてきた、活動してきた方っていうのは、場合によってはそのまま退職すると、人付き合いもそんなにしてこなかった、趣味もそんなに多くなかったっていうようなケースがある場合においてはですね、もう本当に何をしていいかわからないし、でも年金だけでは辛いしというような状態になってしまう、サラリーマンを長年勤めてきた旦那さん、しかも退職金がそんなにもらえるような企業の状態ではない状態で辞めた場合っていうのは、本当に何もない状態になっちゃうんですよね。そうすると気力があって体力もあってお金も割と潤沢にあるような場合には、その年齢からでの起業っていうのはおそらくできると思います、旦那さん。ただその際にはプライドがない状態にならないと、若い人とかに習うっていうことができなかったりとか、新しいことを取り入れるよりも先に、いやこんなのできないっていう気持ちになっちゃうので、起業は実際は難しいです。チャレンジするその勇気とかプライドですね、これがない状態にならないとうまくできないから。なので女性の55歳の起業より男性の55歳の起業の方がはるかにしんどいだろうなというふうに思っています。じゃあうちはどうなんですかっていう話においては、私は生涯現役で仕事を続けるつもりだし、自分が動かないとお金にならないっていう事業だけではない、違うタイプの事業ですね、これも柱をここ10年くらいでは作っていきたいというふうに思っているので、その資産を回しながら、年金だけじゃない、当然年金頼りにならないですからね、私たちの年齢とか特にね、経済状況は作っていこうと思う。ただ私がラッキーなのは、私が事業家で主人がサラリーマンで、事業家である私はその準備を今からでもできるっていうことなんですよ。退職金とかに別に頼る必要もなく、
っていうことで老後を考える。要は退職金というのは使ったらどんどんなくなっていくけど、増やしていける資産の方法とやり方を持っているとすれば、まあ、家は成り立つじゃないですか。だから私がどちらかっていうとそちら方面の動きをするようなタイプを担うかなというふうに思っているっていうのが私の家の場合の設計なんですね。で、これを今の教師の先生に置き換えた場合でもほぼ同じことが言えて、サラリーマンとか起業家事業家じゃない旦那さんをお持ちの方の場合には定年が来る時が来ます。で、その時に旦那さんがそこから新規事業を始めるとなるとかなりしんどいんですよ、精神的にも金銭的にも。ただ教師の先生っていうのはそれぐらいの年齢になってるっていうことでまだやられているケースにおいてはスキルがものすごいあるわけですよね。だから手に職って言われる、いわゆるその状態をもう定年になるような年齢と同年代で過ごしてきているような旦那さんがいたとしても、奥さんは収入を得続けることができるスキルがそこにはあるケースがあります。だから教室業が上手にうまくいってればですね、実は年金問題とかその旦那さんのところと一緒に過ごしていく老後の部分でも自分の生きがいっていう面も含めてなんですけれども、お金を得続けることができる、まあ、宝を持ってるっていう状態になるんですよね。ですから特に55とか年齢上目になったらなったで、やっぱり月商50万ぐらい目指してほしいんですよ。そうすると旦那さんがあとちょっと働いてっていうところでも、そんなに年金で、キュッキュする生活じゃない、もうちょっとゆとりがある旅行にも行けるしとか、そういう生活も過ごせる、ものが見えてくる金額の最低ラインになってきます。ですからスキルをマネタイズする、お金に変えていくっていうことをどうできるのか、長年の生徒さんからお金を搾取しろって言ってるのではなく、自分が持ってるスキルをお金を出しても習いたい人は誰なのかっていうことも含めた状態で事業展開をしていくかっていうことを55歳超えたら特に考えてほしいですね。50歳超えたらで構いません。あと10年あります、自分はね、旦那さんのそれが来るまで10年あると結構なことできるはずなので、スピードが速ければ。早くない方こそ50歳からもうやってほしいところではありますよね。55だとちょっと体力落ちてる可能性があるので、その2人分の、稼ぎを例えば自分1人でどうにか賄うとかっていうふうに思うんだったら、月商80とか100あるといいなっていうふうに思いますよね。なので、どう稼ぐかっていうのは個人事業主ないしはそういった自分でやってるものでスキルを持ってる人っていうのは、そのスキルを変換する方法はいくらでもあって、サラリーマンとは全然違うやり方でお金貸していくことができたりとかします。一生食べていけるだけの潤沢な貯蓄と潤沢な退職金があれば、別に本当に2人でね、旅行ばっかり行くとかっていう生活もできる方は別にこんな動画見る必要もないんですけれども、教室の先生とかでやはりご主人の方の例えば事業が傾いている、自営の場合ですよ。あとはサラリーマンでいずれ定年退職が来るから、自分の収入は今までは旦那さんのメインでそれがあって家賃を払ってもらってたとか、生活費を結構大きく入れてもらってたとかが今度なくなっていくから、自分が稼がないといけないという切実な悩みがあるような年齢の先生とかも増えてきているので、技術はお金に変えた方がいいです。であれば資産としてマネタイズっていうことになるんですけれどもね。ですからご自身の自立独立の意味でもですね、そのご主人の年齢がそれぐらいで、その先2人の老後っていうほどの老後じゃないですけれども、どうにかしていこうと思った時には早々に、ちゃんと教室授業がむしろ年齢上目の方ほど、安定する形の、かつ高収入高単価で得られるような仕組みを作り始めた方がいいっていうのが、最近いろんな方のご相談、年齢上目の方のご相談に乗ってて感じることです。だから
旦那さんがそのまんますぐに独立自営の事業をできる可能性っていうのは結構難しいんですよ。インターネットビジネスは家でできるからいいやとか気軽に考えてるかもしれませんけど、若い人もっと簡単にやれますから、インターネットビジネスって。むしろリアルとか対面が絡んでくるインターネット時代だからこそ、それは理解してるんだけどリアルを使いながらどうにかできないかっていうところの融合を上手にできるかできないかが、やっていけるか生き残っていけるかっていうところの一つの大きな、なんていうんですか、ラインになるかと思うので。ただですね、どのみち奥さんが稼げないよりは稼げた方が楽しい生活が送れるはずです。で、旦那さんにそのどこか一部手伝ってもらうとかいうのも構わないし、旦那さんもやりたかった、例えば、定年退職するとなんかカフェの親父になりたいみたいな人も結構いるみたいですけど、カフェ開業はあまり私はお勧めしませんが、そういうのをやっていくっていう傍ら、教室も手伝ってもらうとか、そういう形でやられていくのもありかなっていうふうに思ったりとかしますのでね。そういった、老後を過ごすためにも55歳から、ないしはできれば50歳から、スキルがある先生に関してはマネタイズ、資産化していくための準備をやはりされた方がいいんじゃないかなというふうに思いまして、今日はそんなお話をしてみました。まだ先まだ先って思っているかもしれませんけれども、こういうふうに軌道に乗せるよって決めてから大体3年はかかりますから、ちょっとロングスパンで考えるんだったら早めに準備をされた方がいいのではなかろうかと思い、今日はそんな話をしてみました。よろしかったらご参考になさってください。それでは。